どうも、はじめまして。普通の大学生を、している、うぷ主です。この度、鉄道小ネタシリーズに、挑戦してみることにしました。主に、東三河を走る路線を、中心に、知られざる小ネタを、提供していこうと、思います。この国、在住らしく、ほう、と、思っていただけるような、動画を目指し、頑張ります。まず、第1回は、うぷ主が、普段よく利用する、愛知大学前駅の、紹介です。ちなみに、愛知大学は、全国区では、あまりよく知られていないと、思います。なので、名古屋の電車を、一遍に、見ることができる、名古屋キャンパス。そして今回、ご紹介する、駅前にある大学、豊橋キャンパスだけ、覚えてもらえれば、光栄です。学校名のついた駅は、日本中、多数、存在しますが、この、愛知大学前駅は、一味違います。写真で見ると、こんな感じです。駅の横に、門があります。さらに、動画で、その近さを、見ていきましょう。このように、階段もなく、スムーズに駅と、キャンパスを、結んでいます。また、列車の時刻も、利用者の多い、新豊橋駅の、00分から15分ごとの、間隔。そして、愛知大学前駅の、新豊橋方面も、1分違いの、15分間隔、と学生にわかりやすい、ダイヤになっており、豊橋キャンパスに通う、大半の学生は、この、愛知大学前駅を利用して、通学しています。そのため、大学の授業がある、朝夕を中心に、学生が、多く乗っており、特に、新豊橋、久慈ちょうど発の、三河田原行きは、大変混雑します。なので、混雑が集中する、朝夕のみ、大学関係者専用の、裏口も、存在します。この改札を、利用した場合には、徒歩散歩で、大学から、駅へ行けちゃいます。ちなみに、この改札が使える、時間帯は、駅員が、両端にある、改札に、各1名ずつ、切符の販売や、発車合図などを、出しています。ですが、日中の時間帯、大学がない場合、裏口は、閉鎖している状態です。以上が、愛知大学前駅の、軽い紹介でした。今回は、駅自慢だけの紹介に、なってしまいましたが、この、愛知大学前駅、実は、奥深い歴史が、あったりします。そのため、今後の動画では、過去に振り返り、知られざる謎を、調査していこうと思います。貴重な資料をもとに、時間をかけながら、制作していきます。しばらくお待ちください。第2回は、3つの駅が、集まる街、豊橋。中京圏の、玄関口、豊橋。いろいろな車両が、やってくる、豊橋。そんな、東三河屈指の、ターミナル駅より、終電から見えてくる、豊橋をご紹介します。JR 東海道新幹線、JR 東海道本線、JR 飯田線、名鉄名古屋本線、豊橋鉄道厚見線、そして、豊橋の路面電車こと、豊橋鉄道東田本線、他方面に、向かう列車が多い中、終電間近から、見えてくるものは、一体何でしょうか？